演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。シナサントリーのカフェドボス、カフェカラメリキャラメリゼ、カフェフレンチブラック、カフェクレームを飲んでみたいと思います。どれも美味しそうですね。これファミリーマート限定らしいんですけど、なんで限定にしてるんだろう。まずはこちらのカフェクレームから飲んでみたいと思います。クレーム、ミルク&エスプレッソ、エスプレッソイメージとこなんでしょうね。では飲んでみます。味付きよりもシンプルなやつの方が美味しいですね、このボスだから。最後のそのカフェクレームはかなり苦味めの強めのコーヒーで、そこにミルクが入るのでちょっとまろやかになってる感じですね。ただカフェオレとあまり変わらないかなというような気もします。甘さ控えめのカフェオレといったイメージですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。そして次のカフェカラメリゼ、これは焦がしキャラメルがありますが、キャラメルの香ばしさがちょっと足りなかった気がしますね。もうちょっとキャラメルが強かった方が自分は良かったかな。飲み物として美味しくはありましたので、こちらもこちらのテストさせていただきます。そしてカフェ、こちらカフェフレンチブラック、こちらはすっきりとしたブラックコーヒーの味なんですけど、そこまで苦味が強くなくてブラックなんですけど、あっさり飲める、すっきりした気持ちになれる、そんなコーヒーでした。ちょっと不思議な感じですね。これが今回の中で一番美味しかったですね。なのでこちらの点数とさせていただきます。こういうカフェコーヒーもいろいろありますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。